はようございます、今日はですね、6月15日ですね、気温が 19.7、 湿度が 91%、室温が 23.8 で、湿度 57% ですね。雨は上がってはいるんですけど、完全に、雨上がりな状態でして、湿度も高いです。だから気温もあんまり上がってないですね。 19.7 で上がってないですね。で、今日のコーヒーはですね、ハートニック口づけ、まあモカベースのブレンドとなっております。そして今日の格言、今通販シリーズです。通販ですね。通販、代表が頑張っている、まあ別に僕も頑張ってはいるんですよ。僕も頑張ってはおるんですけど、動き出したらこけるまでは止めてはならない、これが僕の、考えでありますね。今一生懸命、代表、システムの方をやってるわけですけども、こうやっていくといろいろと思いつくわけですよ。で、思いつくものはできる限りやった方がいいかなというのは僕の考えなんですね。この一回安定しちゃうと、いざこういじりたくないっていうか、いじりにくくなってしまうので、その、動いてる間に、いじるのが、いじり倒すのが、まあ、技術の向上にも役立つんじゃないのかなというのが、思います。まあ、こけるまでやめてはならないと言いながら、実を言うと、こけたんですよ。月曜日ぐらいに、通販止まりまして、火曜日の午後ぐらいにもう一回復活したんですけどね。そこまでもう代表必死に、頑張ってました。とてもまあ僕じゃ手が出せないんで、まあ陰ながら応援ってやつですよ。何の役にも立たんってやつですね、の状態でしたね。ただまあこういうことに関してはもうとにかくやってみて、まあうまくいかんかったらごめんなさいって謝ればいいんで、とにかくやってみることだと僕は思うんですね。はい、お湯が用意できましたんでスタートですね。はい、真ん中を揺さしましょう。まあ本来でいやあれですよね、通販のシステムが止まっちゃうなんてもうとんでもない、ことだし、こう注文しようとした人からすればバカ野郎と思うことなんですね。例えば僕がアマゾンやモノタロウで、買い物することが多いですけど、そういう時に、止まってたらバカ野郎とやっぱ気持ち思うと思うんですよね。だから、通販の約束事としては止めてはならないっていうのはあると思うんですよ。ちょうどお店屋さんが営業日を謳ってる以上、その営業日は営業しなきゃいかんというのとちょっと似てると思うんですね。つまりお店って何時から何時まで営業してますよっていうのが、まあある意味お客さんとの約束事になるわけですけど、その約束事をあまり破ることは良くはないですよね。普通に考えて良くないです、できれば破らない方がいい。その時にお客さんが来ようが来まいが、お客さんが、たまたま来た時に動いてるか動いてないかが重要なんで、当然
お店だって休まない方がいいし、通販だって、止まった状態にならない方がいい。これは当然なんですね。もともと僕の場合、まあ、お店、やってきて、お店やって、まあ、今30年ぐらいやってると思うんですけど、まあ、正確には30年以上やってはいますけど、最初の頃それがやっぱ絶対の約束事だと思ったわけですよ。お店を開いてる以上は、時間は絶対に開けておかなければならないっていうのが、当然の約束事として、もう何が何でも守るんだという気持ちで、こうやってきたわけですよね。それを大体どうでしょうね、20年以上その通りにやってきたんですね。その当時10時から8時まで、の営業 でしたけど、それを確実に、やっているという状態をこう、維持して、やってきたんですけど、この頃はちょっと考え方を、改めましてですね、そこで無理してもしも、店を休む羽目になるとか、それを無理して結局は店が立ち行かなくなるんだったら、休めばいいというのが僕は今の考え方なんですね。で、どういうことかというと、お店が一番大事なのはお客さんを、まあ、ある意味裏切らないことなんですけど、お客さんを裏切らないということはどういうことかっていうと、未来永劫を続けることなんですよ。で、通販も未来永劫を続けることなんですね。そのために、その一瞬こうこけるかもしれない、問題が起きるかもしれないけど、それでも、挑戦して、やることによって、未来永劫を続けることが可能になってくるんだったら、それはやるべきことだと思うんですよね。基本お店は当然、お客様のものであるみたいなことをまあ言いますけど、ぶっちゃけ言うと、お店をやってる人間がこう元気で楽しく、営業しなきゃ、そのお店は営業してても意味がないと思うんですよね。だから例えば今のネットの通販でも、通販が、どう考えてもこう使い勝手悪い、つまり、お客さんの側ではなくお店の側として使い勝手が悪くて、これどうしようもないなという状態で、我慢して、動かしているよりは、いろいろ改善してって、まあこけたらごめんなさいで謝ればいいので、とにかく、進化させていく方が僕は価値があるような気がするわけですよ。だからとにかくこの今、動き始めたとこなんで、コーヒープロという、サイト自体が動き始めたとこなんで、今は、こけても謝りやすいっちゅう良さがあるので、とにかく今こけさせてでもですね、新しいことを、いろいろとやっていくということが、価値があるのかなと、いう気がしますね。まあ実際代表が頑張ってやっていることに対して棒の方はあんまり頑張ってないわけですよ。ついていくだけになってますからね。まあはっきり言ってプログラムの方まで代表いじってますから、僕はもう手も足も出ないんで、まあ応援するしかないんで。はい、コーヒー入りました。
ただそれでもあれですね、新しいことっていうのはちょっとワクワクしますよね。ちょうど昨日も、基本的に玉木の豆が結構出てましてですね、でプラカナワク希望という方も結構多くてですね、プラカナワクの作り方に関してもいろいろとこうああでもないこうでもない、結局数を作ってくるとだんだんと作り方というののノウハウもできてくるんですね。で昨日も、休みにちょっと、プラカナワクの作り方を焦ってる、つまり注文が入って焦って作る場合ってとにかくやり方を変えることはしないんですね。今までのやり方でとりあえず作ることが、基本大前提なんで、変えることができないんですね、プラカナワク作る時でも。ところが昨日は基本休みでしたから、荷物を出荷するっちゅうことはないんで、そうなるとプラカナワクを作る時に、こういうとこをこうすればどうだろう、ああすればどうだろうという、ことを、試しながらやるっちゅうことができるんですね。そこで、時間かけてジグも作れるし、こういう部分をもうちょっとこうした方がいけるぞという部分も、改善できるわけですよね。だからそういう意味合いでは昨日は、プラカナワク、量産できるようになるなっていう、つまり自分とこで普通だったらトムソン場で、打ち抜くとこを打ち抜かなくても、そこそこの数を、僕が作ることが可能だなっていうのを昨日はやれるようになったんですね。だから何でもそうですけど、ある程度の数が動くとかなんかになってくると本当の意味で、ノウハウって出来上がるなという気はしましたね。はい、ということでですね、信号しなきゃいけないかな。はい、今日はですね、ハートに口づけですかね。はい、モカベースのブレンドとなっております。モカらしいブレンドですな。さて、今玉木の方ではですね、ガム飲み、コーヒー、販売しております。結構もう数が出てて大丈夫かな、あとあるかなという心配もありますが、ガム飲みコーヒーからこれですね、タリメゴールドマインも、売っております。で、おまけでつけるのはレンジで、時短プラカナワクプレゼントやっておりますよ。で最後メインですね、コーヒープロ、オープンしております。コーヒープロオープンしておりますので、よければですねサイトを見つけてください。一応、フレーバーの方も瓶詰めコーヒー中の、3,000円で売っております。瓶詰めコーヒー3,000円、だいたい 600g で3,000円ぐらいなんですよね、今コーヒーっていうのが、うちが売ってるのが、それに 200g は負けがつき、瓶がつき、3,000円って感じですかね。結構値打ちだと思います。はい、ということで今日はここまでにします。